はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビーチです。では今回はステラリスガンダムモッド続きをプレイしていきたいと思います。いよいよ、領土もねだいぶ大きくなってきて、どっかと戦争していきたいなというところだったと思うんですが、まあ、とりあえず今はねお金あとは食料が不足してるんで、これをなんとか確保しつつ、戦争する相手をですね最終的に決定していきたいなというふうに思っています。で早速じゃあ時間を進めていくんですが、じゃあ戦争する相手どこにするっていうところなんですけど、あのボスパチック王朝連合とアラマシ教育連邦、ここが一旦ですね、相互防衛協定みたいなのを結んだんで、ボスパチック王朝連合に対して戦争を仕掛けるっていうのは基本的にないかなと思ってます。で、あとはティラスルス独立国は我々に対する新たな開戦自由イデオロギーが行使可能と。いやでもさ、ティラノリウスってここなのよ、遠いのよ。いきなり戦争を仕掛けてくることはまあないでしょう基本なので、放置しておこう。で、どこと戦争するかという続きなんですが、そうなると反託か統合クタクノル公国のどちらかになるんですけど、まず反託は友好関係を結んでいるというところがあるので、そうなると自然的に統合クタクノル公国、ここを相手にすることになるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただそのためにはね、この一帯をまずはしっかりと制圧しておきたいなというところからかな。調査船がちょっと眠っちゃってる。そうすると、どうする、調査船もうまく活用しないとな。そっか、リーダーがいないんだな。リーダー雇用するにも金がないな、金がない。くそ、金がないとどうにもならないね。まあ、それはどこの世の中も同じですね。いやでもそれにしても困りましたね。お金もないしやれることがないってなると、まずはお金を200貯めて人を雇うところからになるな。ただそれはもったいないんで、時間が。リーダーをどっからか引き抜くしかないね。とはいえ誰もいないな、しょうがない。物を売って金を手に入れるしかないな。ハンタクさんにいつも仲良くしてもらってますからね。貿易協定として鉱物、これを一括で、100を送るんで、エネルギー通貨をくださいと。よし、とりあえずエネルギー通貨65ゲットしたんで、もうじき200になりますね。いや本当に金不足って深刻だよな。
で、あとは艦隊の増強するにもお金がないんで、どうすることもできないんだよな。戦争するにも金かかるしね。建設船も調査船も眠っちゃってる状態っていうのは本当にもったいないとなると、調査船を使っていく。でもね、調査船使うにもね、敵国だからな、この辺り。あとは建設船をね、うまく活用していくしかないんで、そうなるとピラクラムか、あの辺りって敵艦隊いるの？古代の採掘ドローンがいるな。そうなると第2艦隊は動かせないしね。第1艦隊はまだ地球圏で増強中。いやー、ここは我慢だな。我慢しましょう。で、雇用していきます。特徴的にはどうなんだろうね。研究とかっていうよりもリーダーの経験値。いやー、リーダーの寿命、いや寿命が長い方がいい。金かかるからね、リーダー雇うのに。なんか新しいコマンド出てたね今。アップデートされたな、ステラリスも。ちょっと見ないうちに。実験的、あ、空間航行。いや、これは関係ないですね。前も研究した成果のものですね。いや、金がマイナスに。どういうこと？金マイナスにはいただけないわ。すぐにでも。ハンタクさんにまた、貿易協定で、鉱物資源を、今度は、200、売りましょう。代わりにエネルギー通貨をください。どこが妥協点なのかな。ここだね。とりあえず一時的に金は200手に入れたんで、あとはこの新しく拠点を確保したところで、確実にエネルギー通貨をゲットしていくっていうことかな。ただ順番で言うと、このサーボクチャズの方がありがたいかな。そうか、ここもあれだな。通貨を金で、いや、食料を売って金を得ていたところがなくなっちゃった分、食料はあるけどお金がないっていうパターンだね。研究者のグループがオーレブプライムに隠された工場を発見と。いいで、古代の文化か。それはそれとしてだ。そうするとハンタクさんと再び、いやもうハンタク頼みだな本当に。貿易協定、こちらは食料を毎月送るからエネルギー通貨を毎月ちょうだいっていう。これでエネルギー通貨、まあお金ですね、この世界でいうところの、もなんとかプラマイゼロに持ってきたね。じゃあサーボクチャズを自分の我々の領土に組み込みましょう。まあ、ここはね、鉱物資源もお金も取れるし悪くないところなんで。
かこれ艦隊そう簡単には増強かけられないな今すぐっていう意味で言うと。あと第二艦隊をそうすると最強の第二艦隊地球に近いといえば近い、いや近くはないよな地球も。新たなスキル獲得しましたね。専門知識産業学、第二艦隊を派遣してここにいる古代の採掘ドローンを撃破しちゃおう。でお金がとにかく欲しいんで今は。今新たに艦隊増強すると明らかに金が足りなくなるんで安易に艦隊を増強できないんですよね。そうなると効率のいい場所に、特にエネルギー通貨がいっぱい取れる効率のいいところに集中的に戦力を派遣して我々の領土に組み込んでいきたいんで、ちょっとそういう動きにしていきましょうか。であとは金が生み出せるところがあればどんどん金を生み出していくと、そういうところかな。もっともっと金が取れるようなところがあればどん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 金を獲得していきたい。かといってもね、久々だねアノマリーの発見。とにかくエネルギー通貨が大量に取れるそんな施設が欲しいんだけど、ベザリアン石が必要と、さらに惑星管理局が必要ということで、ダメか。これ欲しいよなベザリアン、これやると一気に10手に入るからね。まあ、無理なものは無理として、発電所、発電所作る。ベザリアン鉱石がないから発電所作ろう。で発電所2型にアップグレードをすぐにしよう。1しか取れてないところに関してはそうやっていってもいいと思うんですよね。研究協定か、ハンタクから。鉱物377。まあ、悪くないかな。結局、ハンタクとは、仲良くやっていくっていうのが大前提なんで。結構いっぱい送ってくれるね、ハンタクは。まあ、ただ、欲しいのは、実はそれではないというのはあるんだけどね、お金なんだけどね。火山の除去ができる余裕がないっていうのはどういうこと？方法がないってことじゃなくて、ああ余裕がないっていうのはお金の余裕がないってことね。納得だわ。確かに今そのお金の余裕はないね。
受け入れがたいことだが、この小惑星は噴石、化石化した。え、どういうこと？全く理解できないけど、とりあえず、おお、惑星管理局いける、これありがたい。建てよう、惑星管理局建てよう。とにかく今金が欲しいからね、1にも2にも金ですね。鉱物資源なんかよりは金。ベラリアン鉱石が欲しいよな。まあないもんはしょうがないとして、でこれで金をどんどんじゃかじゃか作り込んでいって、そうだよね、この辺りもさ結局1しか取れてないから、これを2にアップグレードしていこう。とにかく1にも2にも今は金だからな。あとはいや、タイルのさ、この火山の状況に金が400かかるっていうの無茶だよね。でも400をカバーするのは結構きついよ。いや金がなくて本当に艦隊の増強ができないね今は。さあこれは敵の古代の採掘ドローンとの戦闘ですね。それなりに削られるな、こっちも。4300いた艦隊戦力が4100に削られてるもんね。それにしてもササマーをゲットしたのはでかいな。でこのままピラグラムまで行ってもらおう。で、眠ってる調査船はこのササマーを資源調査。まあそれなりに順調には来てるね。あとはお金だけだな、お金。だからハンタクにまた、いやハンタクに本当に頼り切ってる感じになっちゃうけど、ハンタクさんに食料を買ってもらおう。貿易協定で、食料一括で、いや買ってくれないか、うまみが全くないってそういうこと。これはちょっと期待できないかな、拒否だね。まあしょうがないね。そうなるとだ、再び通貨的にはマイナス状態になってるわけなんで、これなんとかプラスに変えたいよな。
サーブクチャズはまだエネルギー通貨、まあでもこれ時間の問題だからね、ほっとけばエネルギー通貨を手に入れられるんで、アルカイドだな、次欲しいのが。アルカイドはエネルギー通貨5ほっといても取れるし、これは取りたい。ここでも古代の採掘ドローンか、敵は。そうだね、これを撃破しよう。ピラグラム自体は成形としては割と立派なというか、星の数が多いんで、ここを確保すれば結構な資源が手に入りそうな期待はありますね。さあ戦闘開始です。ピラグラムはちょっと期待できるな、本当に。建設完了したね。お、一気にエネルギー通貨がプラス6に変わってきたね、うん、これはありがたいわ。ただだからといってここで調子に乗って艦隊増強するとまたマイナスになっちゃうんだよね。本当そこ難しいですね。どうする？艦隊増強、第一艦隊増強したいんだけど、エネルギー通貨がちょっと寂しいよな。まあただこの後アルカイドでプラス5は確実に手に入るでしょう。ってことを考えると、造船所で艦隊作ろう。ホワイトベース、サラミス、あとはコルペット。これで第一艦隊の増強を終わりにして、第三艦隊を、1から再建していきましょうか。まあ、これ艦隊が第一艦隊増強しておそらく5000ぐらいの戦力になると思うんですけど、その時のエネルギー通貨の消耗がどれくらいになるかですね。A の地平線整形が海賊たちの巣窟になっていると、そういうこと。いやだなぁ、もうこういうの。そうすると財布にいるわけでしょ。いやー、ピクラムから戻せないよ。となると地球圏にいる第一艦隊、これを出すしかないね。で、採掘ステーションの方は一旦中止。
とりあえず永遠の地平線にいる海賊艦隊を第一艦隊でぶちのめすしかないんだけど、1992か、ちょっと怖いよな。もうちょっと艦隊増強してから望みたかったな。で今リンゴがプラス12になっちゃってるの、これもったいないね、完全に出ちゃってるし。となれば荒ましさんに売りつけよう。食料を毎月、そうだな、12送るんで、エネルギー通貨を毎月ちょうだっけ。無理か。おっと、敵艦隊と遭遇。セクターの資源不足。何セクター？プライムか。サイホンプライム。分かっている。分かっていますよ。第一艦隊をキャムスリンに出しましょう。分かっています。困ったな。それにしてもこのプラス12って本当に邪魔だな。邪魔というかもったいないよね。となると困った時のハンタクさんかな。ハンタクさんだったら買ってくれるんじゃないの。もう一挙で、こちら食料を毎月、来る代わりにエネルギー通貨をくださいと。毎月ちょうだい。いや、うまみがないな。なんか乗っかってくれる乗っかってくれる人いないかな。あらましは無理でしょ。ボルス破壊広告もないよな。統合クタクノルはこれから戦争を仕掛けようかという相手なんだけど、それまでの間さ、食料買ってくんないかな。いや、これはあるぞ。うわ、エネルギー通貨1だけでもマイナス1000か、話にならないね。まあ、それはそれとしてシリウス星系だな。ホワイトベースが沈まなければまあ戦ってはいけると思うんですよね。それでも2600まで、OK。
削られたか。結構削られたね。じゃあ第一艦隊は地球の地平線に入って、海賊艦隊の息の根を止めましょう。でキャムスリンはしっかり採掘ステーションを再建。いや、なかなかしんどい戦いだったな。じゃあ先ほど中断した艦隊の増強をやり直しましょう。ササマーもちょっと美味しいね、こうやって見ると。ササマー、ピクラムも絶対美味しいと思うんだよね。ササマー、ピクラム、あ、アルカイド、この3つの星系を完全に自分の勢力圏内に収めたら、それなりにお金にも余裕が出てきそうですね。あれ、ピクラムもしかしてあんまり美味しくない？ピクラム絶対美味しいと思ったんだけどな。ササマーは本当に美味しいね。資源6、あとアルカイド、これこも美味しいよ本当に。まあ、ただこれで第一艦隊が5000を超えてきたら本当に戦争を始められるからな。第一艦隊が壊滅した時にどうするかっていうのと、あと敵国と戦争中に今みたいに海賊船が現れた時に、財布にいる第四艦隊はどうしても動かせないんで、やっぱり第三艦隊も作らないと容易には戦えないよな。アノマリーを発見したで。
ブロンディの2行くんだったらやっぱりササマーの6行った方がいいよね。通貨の話ですが、いやピクラム金取れないんだったらちょっとあんまりうまみないな。今どっちかっていうと金だからね、欲しいのは。研究完了、久々だな。派閥からの影響力最大値プラス1、これは嬉しい。テクノロジースクリーンは私たちが研究を行う研究の活動。テクノロジーはカテゴライズされている3つの分野で、with each field typically having 生態研究苦手、いらないな。ハイパーコムズフォーラム、なんだろうこれ。超高速の通信手段に関する研究が全て役立つは限らないが、人々を統合するためにできる成果もある。なんだろう、ちょっとわからない。テラフォーミングはないな。となるとハイパーコムズフォーラムって何かわかんないけど、生態研究所にするじゃん。敵艦隊どこだ、場所は。イストーラ、財布か。財布ですね。しかも海賊艦隊2000超えの海賊艦隊だよ。本当にさ強力だよな、海賊艦隊の割には。第2艦隊を一度財布、第4艦隊を財布から地球圏に一回戻して回復させた方がいいね。で、第1艦隊を財布に出しましょう、代わりに。やってくれるぜ海賊艦隊、2000超えだからな。もう戦闘力が海賊艦隊といえども、そうなってくるともうただものじゃないというか、
侮れない普通の敵ですよね。はい、ではちょっとね、今回もなかなか動きが見せられなかったと思うんですが、時間もいい時間になりましたので一旦今回はここまでにしてですね、次回はまずは第一艦隊の増強が終わったら財布にいる第一艦隊と第四艦隊を入れ替えて第四艦隊の財布にいた駐留艦隊の、回復修理ですね、これを行いましょうというところと、あとサザマ、ここに前哨基地を作ってここにある資源これも回収していきましょうというところになると思いますので、そのあたりをやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。